たちが若手を支えてたっていうところもあるのかな。マニュアル見て、はい、撮影できましたとか、うん、絶対ありえなかった。緊張感がすごい、やっぱりその、うん、ワンカットがすごい素晴らしくなるっていう。面白い、うん。そう、面白いんですよ。多分笑うと思いますね。多分知ってるからこそ、あ、これじゃあみたいな。そうそうそう、必ず出てきますからね。ドラマの方が濃厚だから。ああ、そういうことか、そんなのいらねえや、素晴らしい映画だな。まさに、そういう人が結構いて、なんか。俺か。高木さんが、その、ゆうちゃんに、なんだろうな、何本か。これいいよ。これ、見たらいいよ。女性でも楽しめるよ。うん、俺が勧めると、また親父がエロいものをその勧めてどうすんだよ、みたいな形になるから、そうじゃなくて、なんか、お勧めできるものを、何本か、見どころも含めて。そうですね。はい、まあ、ちょっといろいろ考えて、で、ね、まず、これちょっと、保険に解けたね。これがさっき、まあ、吉川さんが言ったストリッパーの話なんですけど、はい、一条さゆりさんっていう本物のストリッパーの人がいたんですよ。あ、本物の方なんですか？もう亡くなっちゃって、すごい伝説の方なんですけど、うんうんうん、で、まあ、彼女が主役であり、もう一人、伊佐山ひろ子さんって、今、現役の、うん、今、女優さんいるんですけども、もう、その、はるみっていう役なんですけど、まあ、彼女が、まあ、まだその、一条さんに比べれば全然駆け出しで、でも、なんかこう、のし上がってやるみたいな、うん、こう、なんて、野心を持っていて、で、すごくもう伸び伸びしていて、うん、で、もう結局、その、いろいろあって警察に捕まっちゃったりとかするんですけど、もう絶対屈しないんですよね。もう、もう絶対人の言うこと聞かない。はいはい、もうそれが本当に見てて痛快で、すごく気持ちがいい映画です、それは。最高ですね、そう。日本の方ですよね。そう、でね、ちょっとその、うん、まあそのジャケットもどうかと思うんですけど、見るともういきなり本当に、うん、まあちょっと駅とかで、それ関西が舞台になってるんですけども、うんうん、で、もう最初からもう、伊佐山さんが日傘を差して、うん、すごい可愛いワンピース着て、うん、で、荷物は紐に持たせてるんですけど、もうそれでこう、ガーって歩いてるって、もうそのシーンだけでもう心を持っていかれると思います。うん、かっこいい。ストリッパーと紐は、ワンセット。あ、そうなんですか。うん、紐っていう概念が、なんか、お世話、お世話する人。お世話する人、うん、すごい。でも、本当にこの伊佐山さんは、見てて、もう気持ちがいいというか、本当に自由な女の子で、楽しい。たくましい。そう、あと本当に大阪のロケーションもめちゃめちゃ効いていて、うん、いろんな本当風景が楽しいなっていう。で、その、やっぱ同じ大阪でも全然違うのが、うん、まあ、これはもう本当に、ある人に言わせると国宝級の名作。国宝級ですか？で、それはもう本当に西成のドヤ街に住んでる、家族というか、まあ、娘、母親、弟が出てくるんですけども、で、それも、その、まあ、結構ロマンポロの史上有名なセリフで、もうその最初に出てくる、まあ、セリメーカっていう女優さんが、セリメーカさん、女優ですよ。なんかもう自分は何かに逆らいたいっていうセリフから入ってくるんですよね。はい、で、結局その、まあ、島があるんで、こう島を統括してる人とかいるんですけど、うん、もうそういうの言うこと聞かないんですね。彼女はね、ボコボコにされても。うん、で、もう一人で流しでやるみたいな。もうポリシーすごいんですけど、でもすごくやっぱ弟には優しいし、うん、もう慈愛に満ちてるんですけど、切ない。でもやっぱそので隠し撮りしてるから、本当にその西成で、おっちゃんなんか時間あるみたいな感じで、その女優さんに本当に客引きさせてるのを撮ってるんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、それで、セリさんが言ってたんですけど、うん、本当に怖くて、うん、でも、で、いやいや、俺たち周りにいるから大丈夫ってスタッフが言うんですけど、もう監督速攻逃げてて、うん、で、田中監督が逃げてるの？田中さんのもう逃げてた。で、安藤翔平さんってすごい好きな方だけがそばで、いや、俺がいるから大丈夫だからって言って、うん、もう、だから見てるとドキュメンタリー見てるような感じ。すごいです。めちゃくちゃリアリティあふれる。リアリティあるし。ロングショットも含めて安藤さんのカメラいいね。素晴らしいですね。もう爆発シーンとかも、もう爆発シーンもあるんです。ちょっとね、引きで。なぜ爆発するのかっていうのもちょっとそこも唐突なんですけど、でもそこも、もうなんか度肝を抜かれるというか、ねえ、こんなカット撮ってんの？この映画の中で。ま、街爆発させちゃってるんです。街じゃないんですよ。人がね、爆発してますね。アルヒ式場メス市場。これは白黒なんですか？そうなんですよ。パートカラーで、そのカラーの入る場面もすごい強烈なんですよ。パートカラーっていうのはこういう。それはね、わざとジャケット用に色つけてるんですけど、うん、基本的にモノクロで、うん、あるカットでカラーにガラッて変わるんですけど、はいはい、そこもすごく強烈で、
ってなって、で、まあ、それもやっぱり大阪の本当風景がすごく生きてて、で、だから私はまあそれとその一応線見て、あの聖地巡りというか、通天閣行かなきゃって、はい、行きました。なるほど。はい、他には何か。他はあとはさっき、まあ、多分これもすごく見やすいと思うんですけど、ラブゲーム。これは、さっき言ったその相馬慎二監督がロマンポルノを撮りたいと言って1本だけ撮った作品で、さっきまあ私が日活に入りたいと思った赤い天使の腹田、マーク吉川さんも好きな赤い教室とか、その石井隆監督が、劇画で天使の腹田シリーズっていうのを書いていて、そこに出てくる、村木っていう男性とナミっていう女性の基本的にメロドラマなんですけども、はいはい、これもそのシリーズの一本で、その、村木の役を寺田みのりさんがやってるんですね、で、まあその裏ぶれた男が、まあそのナミと一晩出会うことによってもう一回生きようと思って、で、まあでもそれは一晩だけなので、で、その後、村木はタクシー運転手になっていて、たまたまナミをタクシーに乗せて再会するっていうところからちょっとドラマが始まるんですけど、それも音楽が、そのタクシーの中で、流れるのが山口百恵の曲が流れる。百恵ちゃんが流れるんですか？夜へっていうあのアルバムにしか入ってない曲が流れるんですけど、その曲と、あとはモーテヨシノリさんの赤いアンブレラっていう、この2曲が使われていて、もうその2曲は本当に、相馬屋さんの音楽のセンスが、はい、素晴らしいので、もうそのシーンを思い出すだけで泣けるぐらいな、もうカラオケ行ったら絶対この2曲は入れましょうっていう。で、本当にもうラブストーリーだし、まあ、すれ違いですよね。はいはい、やっぱ石井さんの映画って、究極の片思いっていうか、こう、もう、やっぱ片思いの切なさみたいなのは、どの作品も、赤い教室もそうだし、赤い画もそうなんですけども、はいはい、基本片思いっていうのが、こう、一本貫かれてるんで、結構その、まあ、ナミが付き合ってる人と別れるシーンの長電話とかもずっと長回して、ずっと一人ごと、相手に切られちゃって、でもずっと喋り続けるとか、そういうあのシーンとか、多分女性が見たらすごく大好きです、そういうのも いいと思いますよ。劇画作家だった時の石井隆監督が、天使の腹渡っていう作っ、生み出したのね、その、男と女のメロドラマを、雨に濡れて女は犯されてとかいうふうな場面があるんだけど、その主人公は必ず村木という男と奈美という女、何のドラマ、天使の腹渡シリーズ全部村木と奈美というキャラクターなの、それはもう、変えないの。だから村木役は今回これだと寺田みのりさんだけど、例えばヌードの夜という映画だとすると、今度は竹中直人さんの村木、竹中直人さんの村木、それはもろじゃないんですよね、それはもろじゃないんだけどね、そういうのもあったりとかするのね、そんだけその役にこだわってるという、赤い教室は蟹江敬三さんが、村木をやってます。蟹江敬三さんは、老年レナちゃんがやった、アマちゃんのおじいさん役やってたよね。そう。あれが蟹江敬三さん。蟹江敬三さんが、わかりやすく言うとね、その蟹江敬三さんがロマンポルノに出て、俺は、この天使の腹渡赤い教室の蟹江敬三さんを見て、うわー、いいなーって言って、女優から男で見るロマンポルノっていうのも、見るようになった。だからここに一本、濡れた荒野を走れっていう。それね、ちーたけおさん。北の国からだとかのテレビドラマに出て人気を博した俳優さんなんだけども、で、それで、ロマンポルノに出てて、ちーさんが悪徳刑事をやってるんだけど、それもね、アクションがまたあったりとかしてね。そうね。これはだから宮下純子さんがめちゃめちゃ素敵なんですけど、石橋蓮司が、ニッカポッカ履いてるんですけど、もうめちゃめちゃ似合ってて、もうニッカポッカ履いてる人見ると、石橋蓮司かってこう二度目するようになってしまいそうです、本当に。そこで。フラッシュやってきた赤い髪の女と、工事現場で働く男が、ひたすら、体を重ねるだけで、切ない映画なんですよ。それで終わっちゃう。そればっかり。そう。で、ずっと雨が降ってるんです。あら。で、これが、その、キキキリンさんの旦那さんだった。あ、内田裕也さん。あ、はいはいはい。うん。そうですね。だ結構、男優さんでも、女性が見るなら男優さんでも楽しめるし、
でもまあさっき私が挙げたその、一応さゆりとか、まあメス市場とか、まあ、赤い髪もそうですけど、やっぱ女優さんがすごく、魅力的なので、まあ、多分男性が見る 女優とは違う意味で、多分女性が見たら綺麗だなとか、あ、いいですね、あのかっこいいなっていうふうに見られるところは、うん、あの楽しめるかなと思います。なんか先ほど2作品すごいなんか強い女の方みたいな、やっぱもう女性っていうところでの視点では、うん、そういうのはやっぱ見ときたいなっていうのありますね。なんですか、だからその変に強いところを見せるとかじゃなくて、うん、まあ、やっぱりすごいナチュラルなんですよね、うん、もうあのなんか、うん、伸び伸びしているので、うん、見てて自由っていうところ、ね、そう、あ、そうそう、なんか、うん、そういうのを描こうとする監督たちばっかりだったわけ、結局は。そうなんですよ、だからね、その私の好きなこの熊代さんは、仕事をした人がもう監督のことがみんなやっぱりすごく好きなので、うん、っていうことで、まあ、こういうの、こだわりの編集者がこれを作るって言って、うん、で作品解説が全部されてて、その一作の作品解説高木さんも書かれてる。いやいやいや、大丈夫か、どうでもいいんですすいません。それからこれ、寺脇健さんという文部省に、文部省、そう、うん、勤められた、なんか時々朝あれどこでしたっけ、コメンテーターとかでなんか、うん、登場する、そう、教育問題とかでいうね、コメンテーターで寺脇健さんという方がいらっしゃるんですけど、その方も好きで、主にね80年代に寄った形でのロマンポルノを書いてます ね。なんか女性の監督とかってありないの？女性の監督はあの多分買い取りの作品ではあったかなと思いますけど、うんうん、なかなか難しいですよね。女性のスタッフはいました、はい、そのスタッフはここにちょっと本があるんですけども、スクリプターはストリッパーではありませんという、映画監督で白鳥慎一さんっていう映画監督が、うん、日活のマンボロの中にいたんですけど、それの奥さんがそのスクリプターっていう、スクリプターって言って、うん、ここの場面と場面でつながって、ここの、グラスはここですよっていう風な位置を全部確認して、うん、メモ取りの、全部の、映画制作の進行を、司るのがスクリプターなんですけど、そのスクリプターをやられてる方の本なんですよ。だから、ロマンポルノのこともここには出てきます。それだけじゃないですけどもね。そうですね、現場には行かなかったの？いや、中田秀夫監督の現場には行きました、うんうん、なるほど、それはもう、それを仕掛けたプロデューサーですから、現場確認に。そんなことではなく、ちょっと、あと、そうですね。そう、中根秀夫監督が一番最後までね、日活の専属、日活寮に住んでました。そうね。日活寮があったんですよ。寮なんですよ。そこになんかリング取った後もそこにいたんで。リングの人だよ。中田秀夫さんって。そう。いや、ちょっと見れる感じ。今やってる自己物件。あ、はいはいはい。監督です。あ、はいはいはい。その人は日活出身。でも、ぜひ、見やすいやつから見ていただければいいかなと思います、本当に。でもやっぱメッセージ性もあるだろうし、ちょっと悲しい系見たいですね。うん。で、まあ、本当に、ね、映画館で見ても最近結構女性も来てるし、まあ、見てみると、なんか自分が思っていたほどの大げさなものではないなっていうのもありますし。実は、ロマンポルノって海外の映画監督も好きなんだよね。うん、タランティーノとかね。そう。そう、うん、で、俺、アカデミー賞をこの間取っちゃったパラサイトで、ポンジュノの監督の母なる証明を見たときに、これロマンポルノっぽいな、好きなんちゃうのっていうふうに、思ったし、それからパクチャヌク監督のお嬢さんなんかもロマンポルノだよねっていう。あと私はソフィア・コッポラのロスト・イン・トランスレーションって見てない？ソフィア・コッポラって。いや、あれも、やっぱり、なんていう、あれ塗ればないんですけど、塗ればって言い方も失礼かもしれない。まあ、これは私がロマンポルノを見てるからそう思っちゃうのかもしれないんですけど、あ、高校の次のカットだったらロマンポルノだよなって思うような、止めがすごいんですよ、もう。あ、ここで、これ止まった、これベッドの上に二人でいるじゃんみたいなところで、こう、いや別夫婦でいるんじゃなくて、あそこで出会うじゃないですか、おじさん、ビルマーレ。ビルマーレ、はい。うん、ね、で、そこで、もう、最後の最後まで二人で同じ部屋にいるっていう設定が、になるんですけど、そことかも、もうそのなんか間の取り方とか、なんかもう、
ね、外国の人が撮ってるのに、うん、すごくその親密な、そういう、やっぱそういう時って、やっぱもうみんな同じなんだなって思うんですけど、うん、そこの触れるか触れないかみたいなところで、あ、これロマンブルーだったらこの後行くなって思う。なるほど。それ影響を与えてると俺は思ってるし。そうそう、うん、というふうに、はい、本日、日活ロマンブルーの楽しみ方、はい、いろいろ教えていただきましたけど、はいはい、お時間となりましたので、高木さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。吉川さん、今回はいかがだったでしょうか。いやー、本当に、楽しく喋らせていただきました、はい、私の日本映画体験のある種原点、愛すべき映画の数々をちょっと語らせていただいたので、皆さん、若い方々に全く知らない、作品群だと思います、その作品を、知っていただければと思います。ゆうちゃんはどうでしたか。はい、もう私はもう全く逆に知らない世界をこう見せていただいて、でもやっぱり最初に持ってた先入観がすごいそのポルノ映画に対してあったんだなっていったところは強く感じました、あとやっぱり教えていただいた中で国宝級っていう言葉が、ありましたね、聞いたので、ぜひその作品は見たいと思います。はい、はい、現代の映画史にもつながってる作品、数多くあると思いますので、はい、ぜひ見て損はないと思います。わかりました、見ます。はい、はい、というわけで今回のカタルシネマ以上となります。そして次回のカタルシネマボリューム3につきましては12月末の配信を予定しております。詳しい情報につきましてはカタルシネマのインスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどで、随時情報を発信していきますので、フォローの方よろしくお願いいたします。それでは次回カタルシネマボリューム3でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。カタルシネマご覧いただきありがとうございます。カタルシネマではオリジナルの T シャツ、トートバッグの販売を予定しています。詳しくは各 SNS でチェックしてみてください。よろしくお願いします。